シブですよね、はい、どのチームでも走れるねという扱いをされてきたという武藤。北川のシュート、どうだ、クロスバー、取れたところ金子、決まった、ど勝ち越し、三度勝ち越しエスパルス。いや金子は今日キレキレですよね。金子今日2ゴール、浦和から3ゴール、はい、これは今シーズン浦和3失点初ですよね。そうですね、負けた試合では2点取られたのが最高なんです。浦和です。北川に入ります、まあ、この縦パスですよね。受けた北川も良かったですけども、まあ、このひねったシュート金子、はい、ドーグラスはボールに寄っていきました。まるでクロスバーに当たるのが分かっていたような金子のポジション。いやー、これ難しいシュートですよ、これ浮かすことはよくあるんですけどね。いや、昨日金子はここのところ